まず一番の自己紹介なんですけど、先ほど勝さんから結構よあのあの丁寧に紹介していただいたんですが、僕は柳原と言いまして、ドイツの現代史を専門にしているんですが、現在東京女子大学と、一応この3月までドイツのアウクスブルク大学の研究員もやっています。実は専門はですね、空襲空爆なんですね。ですので、20世紀のドイツの、空襲空爆の、実態や、あるいはその後の過去の克服というか記憶、今日の話なんですけれども、そのあたりのことを実は一番専門的には研究をしています。もちろん日本の空襲のこともやっています。ではですね、ちょっと時間も限られてますので、2番のところレジュメでいくとですね、いきたいと思うんですが、テーマがですね、今回の、死刑画週間のテーマがですね、国家と戦争犯罪、そしてそれと死刑ということで、実は今回のですね、顔のないトラたちっていうのは、まさにその、テーマに沿ってですね、考えることができる、素材なわけです。もちろん国家と戦争犯罪ということにおいては、ナチ時代の、犯罪が、取り上げられています。皆さんも今ご覧になられて、ぼやぼやというかですね、ご覧になられたてなので、もちろんわかると思うんですね。で、そして、今回のこの週刊のこのテーマであるですね、死刑なんですが、実はこれ、後で詳しく述べますが、実は死刑というのはですね、ドイツ連邦教区、西ドイツにおいてはですね、建国とともに死刑は廃止されています。この死刑がどういうふうにして、なぜ廃止されたかというのは、実は僕、本当に短い間なんですけども、大使館に勤めたことがあって、その時の政治調査のですね、題材で、結構ドイツの死刑廃止に関してはですね、その時の仕事として勉強したので、そのあたりのことを最後の方に、申し上げたいと思います。ではですね、今回の映画、皆さんご覧になられてですね、舞台がフランクフルト。フランクフルトというですね、都市の名前いっぱい出てきたと思うんですが、フランクフルトっていうのは、このレジュメにありますように、ドイツでいうと、旧西ドイツで、皆さんがよく知っておられるのだと、フランクフルト空港、ヨーロッパの玄関空港としてのフランクフルト空港などが有名です。で、フランクフルト市っていうのは、かなりの人口が実はいまして、そして同時に金融都市なんですね。で、実際にはここにですね、富裕層であるユダヤ人、フランクフルトは実はロ、あの、えっと、ロスチャイルド、ロードシルトのですね、一つの、拠点もありますから、そのあたりでも分かるようにですね、かなり、金融的な力を持った都市です。で、ちょっとここからちょっとややうんちくめくんですが、今回なんかアメリカ軍のですね、そういう施設というか司令部のようなところに行きましたよね、映画の中で。で、あれはビースバーデンという町にあります。どういうことかっていうと、フランクフルトは金融権力が強すぎてですね、ヘッセン州っていう州の最初州都にする予定だったんですが、空爆でやられまくったということもあるんですが、州都にはならず、現在ヘッセン州の州都はビースバーデンで、そこに、いわゆる在独米軍かなが、拠点を置いています。現在もあります。で、それがですね、この、今回のフランクフルトあるいはヘッセン州の状況で、1945年から49年まではアメリカ占領区になります。アメリカ占領区っていうのはヘッセン州と、その、南側、地図にありますけども、バイエルン州ですね。で、実は北の方のブレーメンとかもちょっと飛び地なんですけども、これも実はアメリカ占領地で、そしてベルリン、これちょっと分かりづらいんですが、右上の方に少し色が薄くなっているところありますけども、ここが米英仏ソの、4カ国の占領地域として、離れ小島というかですね、陸の孤島のようになっているわけです。で、ここでですね、このアメリカ占領地である、ヘッセン州の、状況をですね、アメリカが実際にナチの過去、ナチドイツのですね、過去に対してどういう役割をしたかっていうところを少し抑えたいと思うんですね。で、それは、アメリカはですね、実は、皆さんご存知だと思うんですが、ニュルンベルク裁判っていうのがですね、日本の極東軍裁判の、モデルとしてよく言われる、それに先立って行われた国際軍事法廷があります。これは占領4カ国によって行われたんですが、これもですね、なかなか知られていないんですけども、実はニュルンベルク裁判っていうのは継続しています。つまり、4カ国によるニュルンベルク裁判は、皆さんご存知のように、ゲーリングとかですね、出てくる、時間しようか、裁判なんですけども、つまり、ナチのですね、トップ、もちろんヒムラ、ゲーベルス、ヒトラーは、終戦の前後、前後でですね、自殺をしていますので、
まあ、その人たちはもちろん出てこないんですが、まあ、ゲーリング等のですね、まあ、ナチ戦争犯罪者でもその司令というかですね、トップに当たる人たちの裁判があるんですが、4カ国による裁判はそこまでで、その後はアメリカが単独でニュルンベルクで裁判をし続けます。それがニュルンベルク継続裁判といいますが、最近の研究ではニュルンベルク裁判というと一応継続裁判までも含めてニュルンベルク裁判と考える向きもあります。で、まあ、この継続裁判というのはですね、計12の軍事裁判が行われますが、ここで重要なのは国家の指導者以外もこのニュルンベルク継続裁判で訴追されたということですね。これどういうことかというと、医者とかですね、あとは金融会の人とかですね、そして今回話題になってくる司法の関係者も裁判にここで一回かけられます。で、これはナチ時代の司法関係者の、これちょっと改革をつけてますが、司法関係者の、不法を、まあ、裁くと、いう裁判が行われるんですが、これは実は不徹底に終わります。しかし、まあ、研究者はですね、ここでアメリカが司法も、まあ、訴追、ちょっとややこしいんですけど、司法も訴追の対象としたことが、後のですね、ドイツのいわゆる過去の克服、ナチドイツの過去との取り組みに、まあ、大きな影響を与えているんだということをよく言います。で、例えばですね、バイマール時代、ナチ時代より前のバイマール時代の司法省のですね、グスターフ・ラートブルフという人物がいますが、彼は、実は社会民主党、ちょっと今日のテーマに実は社会民主党っていうのが関わってくるんですが、その社会民主党の政権時に法務大臣だったですね、ラートブルフがですね、このニュルンベルク継続裁判で司法関係者が裁かれたことに対して、まあ、一定の評価を下すんですね。彼はもうすでに、第二次世界大戦後のドイツにおいてもかなり の法律面でのですね、発言権を持っている人物なんですね。で、その時に問題視されたのが医師の裁判である、まあ、安楽死なんですね。医師が安楽死をさせたりとかですね、あるいはそれを司法ももちろん、追認していくわけですね、ナチ時代には。あるいは密告者に対する訴追、かなりの数の死刑をナチ裁判というかですね、ナチの司法というのは出していきます。で、これをですね、ラードブルは問題視して、まあ、発言をするわけですが、しかしこのラードブルフだけによってですね、一気にあのナチ追及というのが加速したわけではありません。一つですね、やっぱり留保がついていて、ラートブルフの、まあ、これ問題点というか、まあ、ここまではさすがに言えなかったっていうところが1個ありまして、それがですね、要はナチの犯罪者、これも今日の映画に出てくるんですが、ナチの犯罪者を裁く際にはその殺人であれば殺人の意図性、まあ、誤殺ですね、今回も出てきたと思うんですよね、翻訳というか字幕のところで、その意図があるかないかがその裁判において裁かれるかどうかで重要なんだということをラートブルは言うんですね。で、これはですね、結構やっぱり証明しづらいわけです。映画の中にも出てきたように、結局命令に従っただけなんじゃないのか、意図なんかなくてですね、そういうところでこの状態ではまだ、このニュルンベルク継続裁判の状況ではまだ止まってしまうわけですね、一旦。で、その後、今回のですね、映画のこの週刊、死刑映画週刊のですね、テーマである、まあ、死刑の話にちょっと行きたいんですが、まず、占領軍っていうのは、これ、米英仏ソ、特にアメリカとソ連は、かなりのですね、まあ、政治的な浄化と、まあ、専門用語で言ったりするんですが、もしかしたらドイツ史の本とか読まれる方は、非ナチ化っていう言葉で、習われるというか、読まれたことがあるかもしれないですね。つまり簡単に言えば、公職追放。ナチ関係者のですね、公職追放とかですね、そして、これナチが使ってた強制収容所をそのまま再利用して、でそこに、まあ、ナチ関係者をですね、まあ、収監する。で、そしてさらには数多くのですね、死刑執行や、あとはその死刑を待つ存在がですね、1945年から49年の、まあ、米英仏との占領下、特にアメリカ占領区とソ連占領区でですね、かなりの数が出るわけです。ちょっと僕が今記憶している限りでは、例えばニュルンベルク裁判でも、800人中ですね、半数以上は死刑が執行されてて、ニュルンベルク継続裁判でも、30人弱は、25人ぐらいかな、は死刑が執行されていたと思います。で、もちろんそれ以外にも死刑判決を受けた人が、それ以降ですね、死刑をまあ待つ状態になっているということなんですね。で、すみません、ここでですね、なんで、その
公職追放と収容所収監と死刑って僕3つ書きましたけど、これはそれぞれ、法律というか裁判でのカテゴリーが違っているんですね。公職追放はこれは、同調者、そうせざるを得なかった人たちが一番軽いんです、これがね。収容所に収監されるのはもっと、積極的にというかですね、協力者。で、そして、死刑執行はこれは首謀者、命令したりとかするということですね。そのちょっとカテゴリーがあるんですが、それによってこの3つが分かれています。で、1949年に西ドイツが成立したときにですね、ドイツ連邦共和国ですけども、アメリカ、占領していたアメリカはですね、このナチ犯罪の訴追は西ドイツ政府にも任せるということで手を引きます。すると、西ドイツはどうしていくかっていうとですね、1949年のもうすごい早い段階で、このアメリカがやっていたような非ナチ化、政治的な浄化を終わらせようとします、必死で。で、実は西ドイツっていうのは成立した時にすでに死刑が廃止されてるんですね。で、これはですね、かなり、日本と比較するっていうのがかなり難しい。何が難しいかっていうと、西ドイツにおける死刑の廃止というのは、結局、アメリカがたくさんのですね、政治家や外交官、例えば今回のような、裁判官とかをですね、公職から追放するわけなんですけど、それでは社会が回っていかないんじゃないかって言って、彼らの罪をですね、こう緩くする必要があるんですね。で、その中で、死刑囚もかなり死刑予定者がいっぱいいますけれども、彼らを死刑にさせないようにするんですね。これちょっとわかりますかね。つまり、西ドイツの、簡単に言ってしまうエリート層がですね、彼らの政治や経済や行政を回していくために死刑を残してしまうと、この元政治家とかがですね、全部殺されてしまうというか、死刑囚として残ってしまうんですね。ですから、ここで死刑を廃止するということを使って彼らを簡単に言えば助けます。で、同時にもちろんそれだけじゃないんですね。すみません、これレジュメに書き忘れて、さっきちょっと自分でペンでもここで言わないとダメなことって書き足したんですけども、もちろん西ドイツにおける死刑の廃止のこう名目というか一番の目的は、ナチ時代に死刑が横行したということなんですね。もちろんそれへの反省というのが掲げられます。ナチ時代に行われた死刑があまりにも不法であるので、不当である手法であるので、それを廃止する。しかし、同時に、西ドイツの首相であるアデナウアーはですね、その、自分たちの簡単に言えば仲間ですね。彼らを死刑にする、あるいは死刑囚のままに、しておくってことを、やめるっていうことと、これ全然ベクトルは違うんですけど、実はその二つが同時にできてしまうっていう、この死刑の廃止によってですね。それが西ドイツにおける死刑の廃止になります。で、そして、この映画の中で出てきた、フリッツ・バウアー、っていう人が出てきたと思うんですね。主人公は若い、検察ですね。彼は、フィクションというか架空の人物です。で、ジャーナリスト出てきましたよね。フランク・ルター・ルントシャウっていうですね、新聞社の、ジャーナリスト。彼は実在の人物です。で、そして若い主人公ですけど、彼の上司のさらに上の上司。検事長って言われた。バウアーって、ドイツ語だとバウアーって出てくるんですけど、ちょっと字幕だとバウアーだけだと分かりづらいので、検事とか、検事長とかって翻訳されたと思いますが、そのフリッツ・バウアーっていうのはトップにいるわけですね。ヘッセン州の、トップにいるわけです。司法のトップの、いるわけですね。で、それで、彼がですね、実は映画の中でもちょっと出てくるんですね。彼はユダヤの生まれであるぞとかって出てきますよね。ユダヤの家系に生まれて、第二次世界大戦中は北欧に亡命しています。で、後の社会民主党の首相、西ドイツのですね、社会民主党の首相のビリー・ブラントと、ナチ体制下のですね、亡命中にですね、一緒に抵抗運動をします。で、すでにこの映画の、時点でも SPD、社会民主党の党員です。で、これが実は映画の背景としてはこれめちゃくちゃ重要なんですが、映画ではカットというかスルーされています。後でちゃんと説明します。で、このバウアーはですね、ヘッセン州の、その検察のですね、トップになる、検事のトップかな、になる前にですね、1951年に、ちょっとこれ別のニーダー作戦という別のところに彼はいるんですが、
レーマン裁判というのを担当します。レーマン裁判というのはヒトラー爆殺未遂事件、これ4月20日事件、ワリキューレ作戦とかですね言ったりしますが、そのワリキューレ作戦、まあ、4月20日事件の首謀者をこう、まあ、銃殺あるいは絞首刑でですね、裁く、まあ、軍人がいるんですね。これ彼はレーマーなんですけども、レーマーは第二次世界大戦後の、西ドイツにおいてですね、政治家として復帰するというか活躍するんですね。極右の政治家としてですね、それをですねバウアーは訴追していきます。で、実際この裁判の、効果、フリッツ・バウアーが行ったことの意義っていうのはかなり大きくて、まず一つ、ナチ体制っていうのはいずれにおいても不法である国家だという認識がここで確定されることなんですね。ですから不法な国家への抵抗は、違法ではない。これちょっとややこしいんですが、不法な国家に対して正義を行使する権利があって、それは例えば7月20日事件の場合は殺人未遂なわけですよね、まあ、相手がヒトラーであれ。で、しかしそれは不法国家なので抵抗の一つであるっていう定義に変わっていくんですね。その、きっかけを作っていくというかがこのフリッツ・バウアーになります。ですのでちょっと2枚あ裏になるんですかね、7月20日事件の関与者の名誉の回復、このレーマー裁判はですね、まあ、彼らを、まあ、名誉を回復されるわけですけども、同時にですね、ちょっとまあ、ちょっと英雄化されたりとかするんで、まあ、そのあたりはまた別の研究というか、別のお話になるんですが、ちょっと置いといて、7月20日事件関与者の名誉を回復されて、で、これも重要なんですけど、司法の側がナチに対する、まあ、非難をですね、主導していく、まあ、アクターになるということですね。で、それまでは、今回の映画に出てきたようなジャーナリストと、あとは要は当時迫害された人たちとかですね、なんですけど、司法の側っていうのはやっぱりエリートじゃないですか、司法に関わっている人たちと、その人たちもナチ犯罪をですね訴追していくということです。そしてもう一つは、これも後の50年代から60年代特に68年世代とかにも重要になってくるんですが、抵抗権をめぐる認識が広がります。つまり先ほど言ったような不法な国家に対しての抵抗が認められるということで、これは7月20日事件のような、いわゆるシュタウフェンベルクとかですね、彼らもエリートですが、エリートが抵抗するだけじゃなくて、まあ、市民的抵抗、まあ、そういうものもこの辺りで、まあ裁判としてですね、まあまあ、認識されていくということになります。で、1956年以降、フリッツ・バウアーはヘッセン州の検事長になるわけですね。で、今回の映画は1959年から始まっています。これもちょっと後で言いますね。で、次じゃあ7番目いってください。1950年代っていうのが今回の、作品のですね、まあ、前提になっている時代になるんですが、これはいくつかの、まあ、要素、素材をですね、皆さんにお伝えして、まあ、考える、まあ、材料にしてほしいなと思います。1950年ですね、50年代はですね、ドイツは奇跡の経済と言われる、まあ、右肩上がりのですね、経済成長をして、で、まあ、戦争なんていうのはもうなかったかのようなですね、雰囲気というのがどんどん作られていって、経済的に発展していく、復興していくんですね。で、まあ、結構多くの人はこの映画の中でもそうですけど、まあ、ナチの過去っていうのはもう過ぎ去ったんだと、もうすでに忘れ去っていいんだっていうような、まあ、なんていうんですかね、雰囲気がですね、作られていきます。で、今回の映画ちょっとこれがですね、やや難しいかもしれないです。これ実は最近の研究でよく言われているので入れちゃったんですが、このですね、映画の前半部分特にそうなんですけど、みんなやはりそのナチ時代のことはもう忘れ去ろうとか、みんな結局関わってたからそんなの訴追し始めたら大変なことになるよとかいろいろ言っていくと思うんですが、それがですね、これオイゲン・コーゴンという研究者が言う理論なんですけども、結局先ほどアメリカが行っていたようなその、まあ非ナチ化っていうのがですね、まあ、政治の、まあ、非ナチ化がですね、不徹底に終わるわけですよね。ですると先ほどの、免罪規定というかですね、そしてさらに、まあ、死刑も配信してですね、どんどんと実は元いた職場に人が戻ってくるんですね。で、この元いた職場に人が戻ってくることを最近の研究ではナチ時代の、まあ、イデオロギーというかプロパガンダである民族共同体、フォルクスゲマインシャフトと言いますけれども、実はフォルクスゲマインシャフトは部分的にここで復活したっていう話が、まあ、研究所ではあるんですね。で、実際映画を見るとそれを匂わせるようなですね、描写がいっぱい出てきますよね。なんかみんなで軍歌を歌ってなんかちょっと騒いでみたりとか、
ああいうのが、復活するというかですね、ナチ時代の、そういう民族共同体的なものの、復活と継続、そういうのが見られると。で他にですね、ナチ時代に行われたプロパガンダが、若いですね、主人公がですね、実はそのプロパガンダに若すぎて乗っかってるっていうシーンがいっぱい出てくるんですよ。気づかれてました？なんかお前は何も知らなすぎるって言われたりもしましたけども、そのアウシュビッツにいた人に聞くときに、なんかあたかもこうピクニックに行ってるようなというかですね、保養地に行ってるような感じで、主人公が聞いていくんですね。であれはとぼけてるとか無知とかじゃなくて、この1950年代っていうのはすでにこの奇跡の経済復興からですね、さらにこのナチ時代のプロパガンダが未だに生きてる社会なんですね。どういうことかって言ったら、アウシュビッツは保護拘禁用の収容所だって最初の方で主人公言うと思うんですね。保護拘禁っていうのはこれシュッツハートって言いますけども、悪いことをしそうな人を一時的に隔離するっていう意味なんですけど、これがものすごい悪用されるので強制収容所に連れて行かれるわけですよね。あ、10分です。ありがとうございます。で、どこの国にも収容所があったって上司が言うんですけど、これもナチ時代のプロパガンダですね。収容所っていうのはドイツ語でコンセントラションスラーガーって言いますけども、これは英語のコンセントレーションキャンプをそのまま使ったものです。で、なんでナチ時代にそんな言葉を使うかっていうと、イギリスが先にやってたっていうことを明示するために使っています。あえて。で、イギリスは確かにボア戦争、19世紀から20世紀のボア戦争で、確かにコンセントレーションキャンプを作ってるんですね、アフリカで。で、それを真似しているってですね。ですから、どこの国にもあるってことがあったりとか、あと収容所は滞在である。アウヘントハルトってドイツ語で言いますけども、これはナチ時代のプロパガンダなんですね。それを完全に鵜呑みにしてて、で現在例えばナチ時代にも良いことがあったみたいなですね、例えばアウトバーンはなんかナチ時代のなんか公共事業として評価できるんだみたいなことを日本でもですね、言われる政治家もたまに言ったりするわけですけど、これ実はナチ時代のプロパガンダをそのまま信じてるだけなんですね。実際にアウトバーンはバイマル期から計画されていますし、ナチ時代に大きく宣伝されたわけですね。でそれがそのまま継続しているということになります。はい。で、ここは次、は先ほど説明したような、ここにですね、政治的浄化の終焉、アメリカの非ナチ化の終焉と公職職場へのナチ関係者の逆流、これオイゲン候補の言葉ですが、影響していると。でナチ期の民族共同体の連続再生という指摘も研究上では最近ありますよと、これは既にも言いました。で東ドイツからのですね、同時に1950年代というのは東ドイツが成立してますから、東ドイツが西ドイツを非難していくんですね。でそのキャンペーンの中にナチ非難、西ドイツっていうのはナチの後継国なんだと。で、東ドイツっていうのはナチの抵抗者の国なんだと。これはまだ東ドイツのプロパガンダなわけですけども、そう言っていく中で、実は東ドイツ側がかなり司法に関しても、ナチに協力した人たちをですね、調べて、情報として提供していくんですね。で、これはかなり重要です、実は。で、アデナウア政権を、非難する。アデナウアっていうのもかなり映画なんか出てきますね。で、ナチ関与の証拠などを提示する。で1958年には、ウルム裁判というのがあって、これはちょっと細かいんですが、特別行動部隊というですね、ナチの組織なんで、SS の組織なんですが、そこのですね、ナチの組織で失礼しました。で、それがドイツ司法がですね、ナチ裁判を、ナチ犯罪を裁くことがここから開始されていく。で、そういう時代の中で、本作が1959年を舞台にしているわけですね。本映画の開始年は1959年で、映画の中にも広島原爆14周年の記事が載ってるよっていうセリフが少し出てきたと思いますね。で、ナチ時代の記憶のない世代が社会進出していくような時代です。1959ってことは第二次世界大戦まで14年ですから、ナチ時代に子供だった人、10歳未満とかですよね、あんまりその記憶としては確かじゃなかったり、そんな悲惨な記憶とかもなかったりする人が社会に進出していきます。ラードマンはもうちょっと上の世代ですけども、それに類する世代で、やっぱりあんまり戦争のこと知らないんですよね。お父さんのことも知らなかったわけですよね。で、この1959年っていうのは、いろいろな問題が噴出している都市です。西ドイツにとって。一つは、ユダヤの墓地が荒らされる。これはですね、200件にも及んでですね、ユダヤ墓地っていうのが西ドイツにはたくさん残っているわけですけども、それが荒らされます。しかし、同時に、1959年にはですね、
ベルリンでこのユダヤの墓荒らしに対する抗議のデモ、これが先ほど言った市民的抵抗の一つになるんですが、そういうものの方が始まりが見える都市でもあるわけです。その次はちょっと文化面なんです。これであの映画ね、あれなんですね、検事のためのバラっていう映画があって、まあ、これが公開されて、これが実はナチ時代に、これ何だったかな、チョコレートか何かを盗んだ、非ドイツ系のですね、人に対して死刑判決を下す検事が戦後も、検事ですね、検事が戦後も、死刑判決を要求する検事が戦後も、検事の座に戻ってきてっていう話なんですね。ですから、まあ、こういう司法をめぐる、まあ、過去の克服というか、ナチに対する取り組みの不徹底さを扱った映画、まあ、文化面からのアプローチも1959年にはありました。他にもですね、若者たちが大学でですね、大学を巡回する展示を行います。罪を償わないナチ司法展というのがありまして、これは司法関係者がナチに関与している、それを暴露する展覧会というのが、この1959年に行われていきます。で、もう少しですね、世界に目を向ければ、1959年というのは、まあ、冷戦の対立の中で言うとですね、まあ、キューバ革命が起きた年で、まあ、これが後のキューバ危機、1963年のキューバ危機のに、61年のベルリンの壁の、構築とかですね、あるいはキューバ危機とかに関わっていきます。映画の中にフリスチョフへの言及もあったと思うんですね。2回ぐらいあったかな、確かありましたね。で、そしてアメリカのですね、軍政府の人がですね、ヒトラーはもう死んだんだと。で、我々の敵は今やソ連、まあ、ちょっとドイツがルッセンと言ってたのでロシア人と言ってるわけですけども、ソ連だっていうセリフも出てきましたよね。ということで59年っていうのは感覚としてはやっぱり冷戦の方がかなり重要になっているということになります。で、背景としてですね、この59年っていうのとフリッツバウアーを関わらせると、1957年に西ドイツで連邦選、総選挙が行われますね。で、そこでアデナウアーが圧勝します。キリスト教民主同盟が圧勝します。で、このままだとまずいということで、社会民主党は改革に乗り出すんですが、それが1959年のバート・ゴーデスベルク綱領というですね、これは社民党がいわゆる共産革命思想というのを放棄する。社会民主党が、社会主義が最終的には共産革命を起こすための準備であるっていう思想を放棄して、まあ、社会民主党っていうのは民主主義を重視する、まあ 社会への、まあ福祉政策とかですね、社会政策とかを重視する政党だっていうふうに言明する、そういう考慮があります。で、これが後 のビリー・ブラント政権の成立、60年代後半ですけどもの成立につながっていって、ビリー・ブラントはソ連や東ドイツ、そして 東欧諸国とですね、交渉していって、いわゆる東方外交っていうですね、まあ、西ドイツと東側との交渉の始まりを、まあ、作るですね、首相になるわけです。はい、で、じゃあもう最後にいきます。はい、もうちょい大丈夫ですか。けど、まあ大丈夫です。終わりに出る。1961年に、この映画は1959年に一応映画は始まって、一応63年までおそらく扱っていると推測できます。その間には61年にアイヒマンの裁判があって、これはまたいろんな映画とか他の本でも話題に、上りますが、があって、そしてこの1963年からの、まあ、フランクフルト・アウシュビッツ裁判の開始、もう本作の最後ですね、のシーンになり、つながっていきます。で、今日はですね、この映画の背景とか、まあ、理解のための、あるいは議論のための、素材をですね、皆さんにお伝えするっていうのが僕の使命だったので、この60年代以降のことはこれ話し始めるとプラスあと1時間ぐらいかかるので、簡単に最後終わりに書いてますが、まあ、さらにこの1968年運動世代がですね、これは確実に日本とやや違うところなんですが、ドイツの68年世代の大きなイシューの一つはですね、主張の一つは親世代がナチに関与してたことを糾弾することだったわけですね。で、そして1970年代に入ると79年のテレビドラマ、ホロコーストの放送、これがかなり、いわゆる西ドイツの鍵かっこつきの一般の人たちの、ホロコースト認識っていうのを、まあ、広めていくことになります。メリル・ストリープですよね、ドラマですけどね、主演のホロコーストです、はい、で、そして1980年代にはホロコーストっていうのは、アウシュビッツっていうのは過ぎ去った過去なのか過ぎ去ってないのかっていう議論が起きたり、これ歴史家論争ですね。で、1990年に東西ドイツが統一すると、その後様々な
過去の克服論争っていうのが来て、例えば、いわゆる軍隊、国防軍ですね。で、今回の映画の中でも、これもちょっと気をつけて、時間があるということで、ちょっと補足で説明しますけども、気をつけていただきたいんですけども、映画の中で一番出てきたナチの用語は親衛隊なんですね、実は。で、親衛隊は国防軍とは違います。国防軍っていうのは、ドイツの、これナチと僕はあえて言いませんが、ドイツの軍隊。これ国防軍です。で、親衛隊っていうのはナチ党の組織。で、結局軍隊にも最終的には武装親衛隊っていうふうにですね、まあ軍隊にもなっていくわけですが、それとは違ってて、まだこの映画の段階では、いくつかこの1980年代とか90年代のことを知ってる身からすると、理解がもちろん59年なんでね、進んでない点がたくさんありますね。まずは親衛隊のみの話に、まあ結構落ち着いてて、軍隊の、まあ、過去の思い出とか軍隊っていうのはかなり、まあ、なんだろう、脇に置かれているというか、とにかく、まあ、親衛隊、っていうのが重要視されています。あと、アウシュビッツって言葉は出てくるんですけど、ホロコーストって言葉は出てこないんですね。ホロコーストって言葉が広がるのは1979年のこのドラマですから、ちゃんとこの映画はそういう歴史的背景を踏まえて、そういう用語に関してもかなり気を配って作っている映画になります。はい、ということで、すみません、駆け足だったんですけど、以上にしたいと思います。ありがとうございました。